かましてください。ほどほどにほどほどにかましてください。でもなんかいい車、いいよ、30万ぐらいでこれ仕上げて、うん、まずね1台の車に乗ってる、うんうんうん、一途です、もうえらい、うん、はい、ここからはですね、はい、愛車紹介のコーナーになります、うん、今回はですね、桑田彩さん、はいはい、の愛車を見ていきたいと思います、はい、私ね、はい、びっくりしました、桑田さんもっとね、はい、なんか可愛い車乗ってんのと思ったら、これ RX の8ですよね、はい、しかも渋いのすごい、そうなんです、ちょっと男前仕様で、いや、かっこいい、はい、誰がやったんですか、これは。これはお店の人がやってくれました。あ、そう、はい、一緒に考えて。この車を RX8 を選んだのは、最初別に8がいいなと思って選んだわけではなくて、うん、免許を取れる年になった時に、うん、いろいろ候補があったんですよ。どんな候補があったんですか。まずマニュアルでスポーツカーで何人か人が乗れるっていうのが条件で、うん、まあ、人は除外した時に、まあ、例えばロードスターだとか Z3 だとか、あとはボクスターとか、うん、あと8っていう候補があって、たまたまご縁があったのが8でした。いや、今をねリストアップした中でも、はい、一番かっこいいね。あ、本当ですか、うん、嬉しい。これ前すっごい低いですね。うん、低い、ね、これさ結構落としてるよ、はい、これ、うん、レースっていうかちょっとヤンキーっぽい感じもしますよね。ヤンキーじゃない、全然、かっこよさを求めたらこうなってしまっただけで。こうパッと見だって絶対さっきと走ってるでしょっていう格好してるよ、これ。ですよね。本当ですか。でもちょっとさっきと走ってるように見えるようにもタイヤもちょっとムチムチってさせたりとか、うん、はいはい、ちょっと細かなこだわりはありますね。かっこいいよ。ありがとうございます。これさ、見てください、ほらこのなんかバケットだよ、ね、フルバケだよ、フルバケですね、フルバケです。ものすごい疲れそうだ。ちょっと渋滞はしんどいですね。ねえ、フルバケだよ、フルバケですよ、はい、でもちょっとこだわって唯一の女の子ポイントと言ってもいいピンクにしました。なるほどね、はい、ステッチがね、ちゃんと硬派の車乗ってるよね。そうなんです。これわざとこれ出してるのがかっこいいね。はい、作りました、こちら。ほら、かっこいいかっこいい、かっこいい、はい、オーバーフェンダー7センチ出てます、片側、うん、かっこいいじゃん。いや、すごいですね。男前仕様で、男前仕様だね、やんちゃな羽とか。これさ、でもさ、街でさ、桑田さんが乗ってると男の人って声かけないですよ、逆に。あ、全然かけられない。これかけないですよ、うん、はい、でもこんな可愛いさ、だからちょっとナンパしたくなるけども、はいはい、これ乗ってたらちょっといけないですよね。ただもんじゃないな、この、うん、ちょっとなんかバックに誰かいるんじゃないかと思うよね。思っちゃうかも。もうコツコツ貯めて頑張って育てました。これすごいわ。この中 ね、ウイングもなんかいいよ、なんかすっきりしてて、うん、もう確かに結構パーツごとはバラバラのメーカーなんですけど、まとまるように仕上げて、うん、はい、ね、うん、ありがとうございます。いや、まとまってる、まとまってる、ありがとうございます。これ、まあ、ロータリーだから、はい、エンジンは全然、はい、そのままで、そのままですね。一応マフラー変えたぐらいですかね、うん、なるほど、はい、でもね、ペダルカバーがちょっとピンクとかね、オレンジとか女の子っぽい色使いがあって、うん、でね、なんかムスクのフレグランスがいっぱい下がってたのがちょっとびっくりしました、はい、ちょっとコレクションでコレクション山ほど下がってで、これ走るんですか、今から。今いいのか、走って。お、じゃあ、はい、じゃあさん、はい、サーキットデビューの前にですね、桑田さんが、はい、本当はこのぐらいを走らないとダメなんだよってですね、手本を今から見せてくれますね。わ、いいですか。はい、ぜひぜひお願いします。じゅさん、やりすぎはダメでしょ。いや、まあね、まだ初心者だから。そうそうそう、はい、アメリカで過ぎるとビビって帰っちゃう。泣いちゃうといけない、うん、ね。じゃあお願いします。はい、はい、師匠お願いします。はい、28万円で購入して。そうなんです。でもね、10年乗ってるんですって。偉いわ、それは、ね、それでその10年の中でプラス100万ぐらいかけてやってるから、130万ぐらいでね。そうですね、130万ぐらいでこれ仕上げて、まずね、1台の車乗ってる、うんうんうん、一途です、もう。えらい、うん、えらい、見事、うん、えらい、いいよね。10年乗るっていうのがえらいわ、うん、もう愛してるので。いや、それじゃあ、はい、はい、行きましょう。はい、行ってきます。はい、はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。かましてください。ほどほどに、ほどほどにかましてください。人が10年も大切にしてくるから、かましてください。行ってきます。
かっこいいわ、ね、ちょっとここだと路面で済むかもしれないですね。ちょっと楽しみ、どんな感じになるんだろう。セブンは足がいいからな。チームも取ってないわ。すごいね。桑さん、はい、どうでした？いや、もう次元が違いすぎました、うん、でも、この子がこんなにいけるんだっていうのが初めて知れた。おー、なるほど、はい、めちゃくちゃテンション上がりました。上がりました？上がりました。怖くなかった？こう、なんか逆に安心できました。おー、7割ぐらいだよ、うん、あ、なるほど、そうだよね。飛ばすと、うん、もうタイヤがフェンダーに当たっちゃうの、うん、あー、ちょっと車高を引っ掛けして、ね、うん、車高をちょっと落としすぎてるから、はい、うん、あとはね、やっぱこうバネがちょい柔らかい、うん、なるほど。だけどこのくらいで、あとは車高を上げて、うん、その方がこう荷重移動が分かりやすい。初心者サーキットデビューに向けてはそれぐらいがいいか。そうそうそう、うん、車高だけ上げれば十分。車高だけ上げてきます。そう、はい、はい、じゃあというわけで今日は、はい、愛車自慢のコーナーですね、うん、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。